国楽寺国クジは、マレーシアのペナン州にある、仏教寺院。ペナン島のアイルイタムの丘の上に位置する。パゴダは層によって異なる様式を持つ寺の階層は、ジョージタウンのピットストリートの寺の住職だった、妙蓮坊子である。妙蓮は、復讐士の鈴山麻優仙寺の僧だったが、1885年に、ペナンに渡り、アイルイタムの丘に寺を建立することを決断した。 八家系の家人実業家である、長筆氏、長育南シャハルを、大木も、低歌劇が資金を提供した。建築は1893年に始まり、1904年に第一期の工事を完成した。真の高所帝は、極楽寺のために7万貫の経典や石碑を送った。寺はその後も拡張を続けている。 巨大なパゴダは1915年から1930年までかけて作られた。巨大な観音像ははじめグラスファイバー製で1986年に作られたが壊れてしまい、現在の観音像は2002年に公開された2代目である。極楽寺は数多くの建築物にあふれている。他に大師殿、天皇殿、五方仏殿、無料寿洞、北条池などがある。 ありがとうございます。